でも九十九が僕をかばって早く病院に連れて行かないと。無駄だよ無駄その傷は普通の医者じゃ治せねえよ。死ぬのを待つだけだ。お前を倒せばいいだけだ。はあ？お前が死ねば傷の侵食は止まる。そうすれば義王の主治医でも何とかできるだろう。はあ？身の程をわきまえろっての。俺はミッドビルの。安心しろ、一撃で葬ってやる。なんだこの桁違いの魔力は。ブラッディクロス、お前まさかブランドゼス、罪深き裏切りの一族か。俺はお前らの味方だったつもりは一度もない。裏切ったってゼスさんのデュラス。裏切りは罪。何かおっしゃいましたか。いや、罪深いのは私の方か。何をする気だ。俺が死ねばこの人間も死ぬんだぞ、分かってるのか。知ったことか。待ってください、お願いします。宇月くんは友達なんです。殺すなんてやめてください。解爆できるか。ダメ、それはつくもにしかできないの。よそ見してんじゃねえ。だゼスさん、大丈夫、下がっておいで。みんなが僕を守ってくれてるのに、みんなが僕のせいで傷ついてるのに、僕は何もできない。僕はもう誰にも傷ついてほしくないのに。ユキちゃん、もうやめて、やめてくれ。目覚めたか、ユキ。神の光、なんて綺麗な光の洪水。澄んでいて優しさに満ちていて、でもなんだか少し悲しい。出してくれ。よろしいのですか。ユキの力が目覚めた今、現状の戦力で十分だよ。私は先に戻るが、君はこちらに残ってユキを連れてきてくれ。本当に来るでしょうか。ユキは来るよ。彼にはもう他の選択肢はありえないからね。わかりました。今回は必要なかったか。やめろ、なんだこの光は。俺は悪くない、俺だけが悪いんじゃない、俺だけが。宇月くん、宇月くんなんだよね。来るな、来ちゃダメだ、まだ俺の中に奴がいる。そんな、頼む、俺を、俺が俺でいる間に殺してくれ。宇月くん、分かった。ゼスさん、つくも
開幕する。抜けた。塵になれ。ミッドビルンではこの程度か。だが力は確実に戻りつつある。またすぐに会うことになるだろう。神に疲れし一族よ。大丈夫？つくも。うん、さっきの光で少し楽になったから。ユキちゃん、ユキちゃん、治った。なんで急に。ユキちゃん、力が使えるの。他人の痛みを自らのものとして傷を癒す能力、それがユキちゃんの力よ。僕の力。心配しないでルカ、傷の痛みはいつか消えるから。だからあなたが泣くことはないのね、ルカ。なんで一緒に殺してくれなかったんだ。俺も消えてしまえばよかったのに。ユキちゃん、俺なんか生きててもしょうがないのに。なんで。うずき君、大丈夫？本当によかった。君は暗い道を歩いてきたんだね。ああ、そうか。君はあの時もこうやって俺のために泣いてくれてたんだね。なのに俺は。ごめんユキ君、俺は一人でひねくれて